今回はブルーメイト。と、見せかけて。マットメイトです。正確にはマットガーディアンな。何が違うの？基本的にはマットメイトと同じで、インポスターを擁護する役職だな。キルやサボタージュ、テントに入ることはできないが、すべてのタスクを終えるとバリアを入手することが可能。バリアを入手したら、インポスターにキルされなくなる役職だぜ。それって強いの？なんとも言えないな。キルされなくなるだけだから、いい立ち回りが要求される役職だし。により今回に限っては、シリアルキラーと相性最悪なんだよな。どうして？シリアルキラーは一定時間内に、キルしないと自殺してしまう。場合によってはシリアルキラーが、キルを必要とするときに、キルを防いでしまう事故も起こりかねない。じゃあタスクやらなければいい。それもそうだが取れ高としてはどうかと思うしな。インポスターの勝利より取れ高を優先に考える新生マットメイト。まあマットメイトには変わりないし、議論でインポスターを擁護する立ち回りや、自ら黒市に入る立ち回りをしていこうと思う。タスクは特撮で終わるね。シクシクとこなしてインポスターを擁護しに行くぞ。さすがブラック企業の社畜。だから社畜じゃねえしブラックなだけだし。こうして見てると船を直す普通のクルーメイトだけどね。ふっふっふっ、真の姿はマットメイトってわけよ。ちゃんとキルしとる。いいご主人じゃないか。見てねえな。色こうなる一緒にエンジンで固まってたよ。どこなんやろ？消されてるからわからんな。そうだよね。こうなると黄色でエンジンから左行ったよね。拠点って二人同時にできるの？できるよ。拠点って私のことか？なんかやらかしたかな？まあいいか。黒位置入れるなら何でもありだ。エンジンから左なら黒は無理かな。拠点タスクはしっかりやったんだがな。もちろんマットメイトとしてね。勘違いとはいえ、ああいう発言するあたり、ローズはクルージンメイト見て、間違いないだろう。この後の行動はどうするつもり？タスクを完了させてボタン押しに行くぞ。ボタン押すの？あの心配で押さないマリサが？ああもちろんだぜ。だが勘違いしてもらっちゃ困るぜ。クルーのために押すボタンじゃない。インポスターのために押すボタンだぜ。インポスターのためにボタン押すの？今回のインポスターはヴァンパイアと、シリアルキラーだ。さっきも言ったがシリアルキラーは一定時間内に、キルしないと自殺してしまう。理由の一つとしては自殺防止のためだな。なるほどね。他にも理由ってあるの？もう一つ挙げるとすれば、死体消す意味もあるな。幸いシリアルキラーのクールは短い。うまく噛み合えばに死体消すこともあり得る。それは人体にとって大きなメリットになるね。私はもうタスクも終われば、キルされる心配もないからな。感謝の意味も込めて死体消させてもらうぜ。やっぱり発想のスタートしてのはサイコパスのそれなんだよな。何を言う？私は全力でインポスターを、擁護しているだけだ。そういう意味ではマリサにとってある意味転職ってことね。少し間を置いてからボタンを押すぜ。ね、まあキルできなかったならしょうがない。もしかしたらキルできなくて死ぬ寸前だったかもしれないしな。そうだね。今回はそうだったんだと切り替えて次何するか考えよう。次何するかか。どうしたのマリサ。正直あとできることもあまりないんだ。え、あるでしょ。停電妨害とかいろいろ。いやこのマットガーディアン妨害はできなかったはず。そうだっけ。一応他も近くいるし停電したら確認しておこうよ。サボタージュったね。私はキルされることもないし一応確認しておくか。やはりサボで妨害はできないみたいだな。手つきはナチュラルに妨害しててくさ。あとは暗闇の中を逆走しておこう。こういう日々の積み重ねがいいマットメイトを育てていくんだぜ。あんたクルーの時でも同じことしてるわよね。ああ、サボは基本的にインポスターに直させようと考えてるからな私は。子供のお片付けかな。あとはバイタルでも見て、情報を仕入れに行きますか。やっぱりクルーの時より仕事してるわよね。人が少ないんだからしょうがないでしょ。残業代出ないわよ。骨の髄まで社畜根性が染みついてやがる。おっとこれは。今まさに死んだわね。これはいい情報をゲットできたぜ。次の会議に持っていこう。アーカイブとビリヤードのドアのとこダウンロード終わったらも横にあった。緑ってどこからシャワーしたの？え、どういうこと？緑は自分より先にシャワー後年抜けてるから無理やと思う。あ、OK です。私からも情報出せます。どちらの死体も停電中のキルです。診察でバイタル見ました。よし、これで停電後のキルをしたインポスターには私がマットだということは伝わったはず。その後会議で紫が疑われたがスキップで様子見という結論に至ったのだ。ちゃんとインポスターに伝わってるといいわね。ああそうだな。黒市くん、停電中に私とすれ違ってるから見えてたらバイタル偽装してるのがわかるんだがな。多分見えてなかったんだろうね。だろうな。まあ私はマットだからそれを言う必要もないしな。とはこのままインポスター二人が2キル倒してくれれば勝ち確だしな。マットの生存懸念すら微塵も議論に出てこなかったしね。8人3人体、ジェスター入れれば4人体いる中で次進行にならなかったのは正直びっくりしたわ。あ、だからこそバイタル偽装もしたんだがな。結果良ければ全てよしだ。あとはトイレにでも引きこもってよう。そっか、
ベントに入れないんだっけ。ああ、だからインポスターの邪魔にならないトイレでやり過ごすに限る。ベント使えたらまたいろんな方法あるけどね。それはまた別の機会でお見せするんだぜ。なのでチャンネル登録高評価お願いします。ついにマリサも攻撃するようになったか。早くブラック企業を卒業して配信に集中したいんだよ。黒が目の前で弾けました。それ嘘ですね。黒はデートです。紫自身が治療して即通報入りました。なら紫来るか。まあみんな安心してくれ。私がまとめいとです。スキップしましょう。オッケー。インポスターの人セリフにだけ気をつけてください。議論にならなかったわね今回。最終意気はない人や、もっと見慣れてない人が多かったみたいだからな。で、なんですぐ開いてないの。もう人外カミングアウトしてるからな。すぐは必要ないし、セリフに切られてもなんだからな。ほんと人外引いた時ほどよく働いてるわよね。人外の時ほど白目に見られたいものだからな。インポスターに意のある行動なら何でもするんだぜ。焼き肉としてのスキルがこんな形で生かされるとはね。追い込まれた時ほど強いのがブラック企業精神だぜ。少ない人員で回さなきゃならないからな。そして今はトイレ休憩中と。社内唯一の癒しスポットだからな。白釣りで。オッケー。だって、どうしたグレイ？ヒロと一緒に行って勝ちたかった。まあいいってことよ。紫が即渡し釣り提案したのはジェスターケアだろ？どういうこと？私はマットだからな。インポスターが勝てばそれでいい。ヒロごめんよ。気にすんなグレイ。モッドの使用上グルー判定になってるが、マッドメイトとして無事勝利なんだぜ。それでは今回はここで終わり。チャンネル登録高評価、Twitter のフォローもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。